でしょ。褒めるな褒めるな、実力実力。よし行くぞ、もう一丁。よく見てろ。やったすごい、すごいわ先輩。まったく何よさっきの態度。あんたがあだから一年生がだらけるのよ。ごめん、俺ってつい乗っちゃうたちなのかな。ほんと、キャプテンはキャプテンらしくしてもらわないと困りますからね。どうしたの？さとみくん。何よ。ひょっとしてやきもちだったりして。誰が？ビーだ。
どうする？査定行く？いや、今日はちょっとね、田舎から許嫁が出てくるんだ。え？ちょっと！許嫁だなんて、私一言も聞いてなかったわ、そんなこと。あんたどういうつもりで私と付き合ってるのよ。だからガキの頃の話だってば。それにいとこだし。いとこ？いとこが許嫁？ああ。なんか変なの。俺のおばさんきつい女でさ、強引に決められちゃったんだよね。姉さん、今からそんなこと言われたってまだ6つですよ、この子は。そやから早い方がええんや。あずさは滋賀の本家の一人娘や、いずれは婿を取らなならん。しかし何も譲るでなくても。お前の息子なら私も安心や。譲るをあずさの許嫁にする、ええな。滋賀家の当主は私や、逆らうことは許しまへん。姉さん。ええー、な、あずさ。あんたは大きゅうなったら、ゆずるちゃんのお嫁はんになるんやで。はい。お母様。とにかく強引に決められちゃったんだよね。で、この冬におばさんが急に亡くなってさ、彼女一人ぼっちだろ。それでうちの親父がとりあえず引き取ったってわけだけど、変な死に方したんだよな、おばさん。それで君は将来本家の入り婿に。よくわかりました。わかりましょうか、私たち。わからん女だな。とにかく10年以上前の話。あずさだって今頃ボーイフレンドの一人や二人。そうだか、案外君のことだけ一途に思い込んでたりしてね。まさか。わかんないわよ。かもね。行こうか。うん。じゃ、また明日。え、さよなら。明日からキャプテンらしく真面目にやるよ。あ、あずささんという方によろしくね。あ、わかった。ただいま。ただいま。あずさんもう着いたの？お待ちかねよ。大きくなったろうな。あずさ、ゆずるちゃん、たまげたな。こんな美人に育っちゃって。5年ぶりだもんな、育つわけだ。ゆずるちゃんかってモテるだろ。お前もうボーイフレンドうんといるんだろ。うち同い年の男の子と話もしたことないんよ。何？嘘でしょ。だってゆずるちゃんがおるもん。なあゆずるちゃん、ゆずるちゃん、うちがお嫁さんになるの嫌やの？嫌じゃないよ。俺あずさのこと好き。ほんまに？ほんまにうちのこと好き？うん。そしたら指切り。